エアクリーンアイレメント BMW 純正、はい、BM 純正、820ってですね、 LX820、 そうですね、はい、大きさ一緒、はい、大きさ一緒。これを取り付けて、うん、戻しましょう、ね、とりあえずエンジンをかけてみたんですが、このままかかっちゃうんだこのままかかっちゃうんだね、はい、で吸気温度がやたら低いんで、今よし、入った。そう、で、ブースタープラグつけてました。ブースタープラグね、はい、ブースタープラグをつけたら吸気温度がやたら低いんで、まあ当然なんですよね、それが目的なんで。最初マイナス2度とそんな低いの。吸気温度が低くないと濃いガソリンを送らないですからね。濃いガソリンを送らせるのが目的なので、アイドリング時に、どうなんですかね、車検の時ね。ブースターフロアをちょっと前の方にね取り付けて、で、ここになんかこうちょっとあるんで、サスペ、この辺にねオフとして最初こんな風に止めてね、これでいいんじゃないかってね、はい、思いますね、はい、そしたらですね、ちょっとエンジンかけてうるさいんですけど、うん、ちょっとエンジンかけます。11.6V しか出てない。なんだろうな。今吸気温が2度とか3度とかだった。2度、それで燃料を濃くしてあげて、アイドリング時のその、ね、まだそんなに熱くないですけど、夏場とかね、外気温が40度近くなった時に、多分これそんなに高くなってないと思います。ちょっとね、演奏すると出ちゃうんですよね。ちょっと開けた瞬間、アイドリングでちょっと開けた瞬間にコツッと止まる。これが本体の温度になっていれば濃いガソリンを送ってるんで大丈夫でしょうというような仕組みでございます。はい、そうで、外気温低いですよっていうマークがずっと出てるんですけど、はい、
まあそれしょうがないですね。はい、OK。そしたらば、これを、ちょっとね、あとなんかちょっと余分な外しちゃったものを、これ。こんなに熱いのに2度とか3度ある。ちゃんと機能してるってことです。はい、 OK ですね。あと冷却水かな、エンジンオイルと冷却水もね、あと ETC つけて少量と、でバッテリーも変えないからね。そうで、あれです、なんかサービスリセットするにはどうしたらいいですかっていうね、そんなあれを、あれありますけど、サービスリセットするためには、ディーラー、うん、ディーラーに行っていただければできますよね。はい、っていうと怒られるから、そんなの分かってふざけんなよって言われるでしょね。他の動画を見ていただければ、はい、載ってると思うんですけど、うん、まずですね、ご購入いただくものがございます。はい。ご購入いただくものがございます。だから、それがあれば、できます。っていうことを、ね、それを、まず、OBD リンク、LX、このあたりの購入してください。安いのでもできるみたいですけど、やっぱり値段的にこれぐらいのものがいいみたいですね。はい。これ、いくらぐらいですかね ?7、8000円ですかね。うん。これね、これ購入してください。ね。はい。で、これのソフトだとちょっとできないので、スマートフォンを用意してください。Android もしくはパソコンでも大丈夫なのかな、通信できればね、うん、ノートパソコンとかでも大丈夫だと思いますけど、まあ気軽にできるのは、Android もしくはあれでもいいんですかね、Mac でもね、はい、ん Mac って言わないんですっけ、なんて言うんですっけ、 iPhone でもいいんですかね。はい、そしてアプリね、アプリをダウンロードして入れてください。はい、モトスキャンっていうね、はい、ここにモトスキャンというアプリがあります。はい、ね、元スキャン。ね、これを入れてください。はい。で、無料のやつだとダメです。一番、いわゆるスタンダードになるんですかね、無料のやつは。無料のやつだと、ちょっと待ってくださいよ。about。ね。元スキャンバージョン 1.71 で、ですね、これグレードがあるんですよ。うん。で、いわゆる有料です。はい。有料のを入れないとダメです。センドログじゃないの、セッティングじゃないもの、アダプターチェック。なんだろうな。ね、ライセンスっていうのがあって、元スキャンライトっていう、一番何にもないのはライトなんですよ。ライト。それは、確か無料で入れられましたかね。無料だと思います。はい。ただ、見ることはできます。それでね。見ることはできるんですけど、サービスリセットとかそういう機能はついてません。はい。で、プロフェッショナルっていうのを購入するとついてると思います。プロフェッショナル。3000いくらだった気がしますね。だからまあ1万円ぐらい用意していただければ、これをリセットすることができるようになります。はい。で、これだけじゃないです。BMW 全般、サービスリセットできます。元スキャンは BMW 系なんで、これは BMW が作ってた時の、車両ですから、これとヌーダーですかね。これに関しては、BMW のこのアプリでできます。で、他の、そうじゃないのは、またそういうアプリがあると思うんですよね。うん。で、基本的にお金かかります。はい。結局ね、何度もある。で、さらに、ウルティメートバージョンってなって、そうすると、ABS の、ブリード、とかそういうのもできるみたいですね。それちょっとできませんって出ちゃったんで、次のバージョンは3366円でウルティメイトにできるらしい。そうそう、また他の機能がついてるね。もっといろんな機能がついてるね。ただ英語しかないです。はい。日本語は対応してないので英語ですから、まあそのあたりをご理解いただくとね。リセットサービスインターバルって書いてありますね。元スキャンプロフェッショナルはね。はい。で、ウルティメイトっていうのを選ぶとアンロックオールフューチャーズって書いてますね。Restrictions can arise only through the diagnostic adapter. If it is not completely compatible, なんですかね、or if the functions are not integrated into the app って書いてあるね。なんですかね。うん、そう。まあ、とりあえず、あとね、プロフェッショナルとアクチュエーターの動作確認ができます。はい。ですから、この状態で繋いで、燃料ポンプ動かしたり、
あとインジケーターつけたり、うん、あと何やろですかね、いろんなのありますよね。燃料方だけじゃないよ。まあそういうのを点検ができる、これね、できます。でライトはそういうの一切ついてないので、ただフリーオブチャージだからね、うん、一番安い、じゃ無料のバージョン、無料のバージョンはただ見るだけになりますけどね、はい、でそれでご納得いただけたら、次のバージョンね、プロフェッショナルを購入いただいてっていうことになります。はい、モトスキャンですね。あとそうですね、なんか話によるとやっぱりこのぐらいのを買わないとちょっとこう安いのもあるみたいですけどね、このやっぱりこのアダプターによってやっぱいろいろ制限が出てきちゃうみたいですよ。うん、はい。まあ、そのあたり。あと BMW のこの変換コネクター買ってください。これがないとできないです。つなげられないんでね。これ。これ Amazon とかで売ってると思うんで、安いやつで十分じゃないかと思うんですけど、はい。これをね、変換アダプター。これ買ってくださいね。はい。最近の BMW は、もう初めからこれになってるんで、これがついてるんで、これさせるんですけど、古いやつはね、みんなこの、10ピンの丸いこれですから、はい。これ購入してください。だからまあ1万円ちょっとあればリセットできます。はい、要はですね、ただリセットをしたいという方にはおすすめはしません。はい、ただついてるから嫌だから消したいっていうんじゃなくて、メンテナンスをしていただいて、ね、自分でメンテナンスするんだけど自分で消せないじゃないかと、せっかくメンテナンスしてんのにね、自分で整備してるのに消せないんじゃない、ちょっと困るね、ツートつきっぱなし嫌だっていうんであれば、こういうのを購入していただいてね、自分でやる人はほら、これも趣味の一環だから、そう高くないですよ。買ってやっていただくね。で、ただ消したいっていうんだと、整備やっぱりするかしないかっていうことになってくるんで、個人的にはまあ私のこの主観的な考え方としてね、うん、整備はただ消したいっていう方にはお勧めしないですね。やっぱりね、うん、消すのが目的じゃないので、整備したからつかないように、また次の整備の時までつかないで。で次の整備の頃になったら教えてくれるようについてほしいじゃないですか。そういうことですね。大人の意見。大人の発言。まあ、それはあれなんですけど。まあ、とりあえずこういうね、はい、ものがありますんでね、ご購入いただいて、もしよろしければね、消してください。はい。で、うちに持ってきて、ただ消してくれっていう場合は、ちょっとお断りする場合もあります。はい。それが目的だとね、やっぱり、よろしくないと思う。書いてほら、ね、自分で整備してるんだけど消せないからっていうんであればね、持ってきていただければね、うん、まあ、気持ちいただければやらせていただくんでね、そんなことをですね、ただ忙しい場合はできない、でもこれは簡単だからいいかな、はい、修理とかは今ちょっと場合によってはお断りする場合がございます。特に4月に入ってからはおそらく、納車整備をしなければならない車両が、ドドッと入ってくる予定でございます。ですので、それのあれでちょっと置く場所だとかですね、いろんな観点でちょっとお断りする場合もありますので、その場合はちょっとご了承いただくしかないですね。あとお待ちいただくか、1ヶ月から1ヶ月、2ヶ月ぐらいお待ちいただいて、でもそれじゃ話にならないですからね。もしくは紹介はできますのでね、他のお店どっかいいとこないですかっていうことであれば、なんとかなんとかなんとかっていうところありますよとか、何なんとかはまあ、スクーター全般はあれでも、まあ、まあ基本的にはやっぱり自分でどこで販売した車両優先でやってると思いますからね、あれかもしれませんが、はい、まあ、できますんで、はい、まあ、そのあたりをねご理解いただいてと思います。はい、ということで、この整備、はい、早くやらないとね。